気に留めていただければ幸いです。なんて読むねえ、これね、俺が漢字弱いから読めないわけじゃないよね。俺、初めて見たんだけど、この漢字。そういえば、一週間寝なかったことがあるんですよ。何のためにわ、ドラム売ってる。フロアタムあんなとこから生えてねえよ。気になるわ。もういいんだけど、すげえ、あの椅子でやらねえよ。何この空中トイレットペーパー顔。あー、お腹いっぱいや。お腹じゃねえや。お腹いっぱいじゃねえや。いらないやつ売るか。え、お金の入った袋を売れんのこれ。お金の入った袋売れる。俺今得したのか損したのか分かんない。20入ってて60で売れた。めちゃくちゃ転売してるやん。じゃあもうこれからあれゲットしたら売った方がいいってこと？あ、3袋あったんだ。じゃあ定価じゃん。さすがにないよね、そんなことね。この家をかっこよくしてあげたいんだよな、俺。え、これどうなんの？これ空中に浮くの？え、どういう仕組みこれ？空中に浮くの？お、いいじゃん。新しいトイレや。空中に浮くらしい。そうだ、久しぶりにシティ行こう。多分そろそろ時間経ったから飾ってある家具変わったっしょ。すごすぎないこれ。え、本物じゃんこれ。これ火花に欲しい。え、すごくないこれ。謎の草超可愛いんですけど。欲しいわ。すごくないこれ。全部欲しいけど一気に。うわ、やば。え、コイルとか浮いてるやん。なんで？ブースター可愛い。EV もいいや。てか、ミュー欲しいわ。これ何組み合わせてんだろう。松ぼっくりかなんか。ああ、やっぱあの、松ぼっくりみたいなやつが、ふわふわ要素に使えるんだ。え、これ絶対パンピーじゃないよね。まあ、もしかしたら本職でデザイナーとかやってんのかな。お、下手ですが、どこさ作ってますだって。ちょっと見に行っていいっすか。まあ、乗せてるってことは見に行っていいんだろうね。お、すげえじゃん。あ、マメッチョもいる。すげえ。お、すごいじゃん。全然下手じゃないじゃん。てか、マメッチめっちゃいいじゃん。マメッチ欲しい。あ、てか、どこさの椅子とかあるよ。これ欲しい。え、めちゃくちゃすごい。鉄球いるやん。え、上手くない普通に。俺インスパイアやん、これ。いいのよ、影響受けなくて。いいのよ、俺インスパイアのやつ作んなくて。自分で作ってるやつの方がいいのに。俺のせいで変な覚悟いたるやん。お、すげえ、これどうやって作ってんのこれ。すごくない？え、ちょっと部屋に飾ろう。電球は変わんない。電球だって俺のインスパイアだったもん。あれ、ここ入れるんだっけ。あれ、これなんだ。あれ、こんなのあった。季節用品店長のロデリック。ああ、小さき迷える魂がここにたどり着いたんですわね。俺死んだん。いつの間にか。常に回転してるわけではありませんが、私の素敵な品々を見逃されませんよ。気に留めていただければ幸いです。なんて読むねん。え、これみんな読めんのこれ、この字。俺が漢字弱いから読めないわけじゃないよね。俺初めて見たんだけど、この漢字。なんて読むのこれ。筆記？ちょっとスマホで入力してみよう。わ、すげえ、筆記だ。なんて意味なのこれ。結局のところみたいな意味。悟りは開かれまして。やべえ、見せきちゃった。夏、クリスマス、ハロウィンなど村を彩る様々。普通に喋れんのかい。さあどうぞ、ごゆるりとご覧になってください。めっちゃ普通に喋れる人やん。何これ、魚タイプの泡吹きマシーン。何これ、買って帰ろう。何これ、全然季節感ないやつ売ってる。これ何、イベント用のぼり。マジで使い道が分かんねえ。全く季節感なくない、この店。あ、忍者来てる。
もう今週ずっとだるいです、どうしたもんですかねドコムス。おお、俺も忍びに。ドコムス問題があるんです。昨夜つまんない番組を徹夜で見ちゃったんです。チャンネル変えたかったのに暗くてリモコンが見つからなくて、照明をどうにかしないとダメかもです。どんな家やねん。もうこなら、君はもうこならいとあげよう。ああ変なクリーム色の画面になっちゃった。テレビ見るな二度と。てかテレビの明るさで見えるやろ。めっちゃ一緒に帰ってきて、めっちゃ人集まってる。何怖い。急にプレイヤーの運賃で行き来してんのか。なるほどね、俺のでキセルしてるってこと。全然ありえるから怖いな。村への貢献度見てみては、村への、あ、なるほど、それで変わるってこと。あ、これ居場所わかんの、初めて知った。なんであんな駅に集まってんの。何気持ち悪い、なんでそんな駅に集まることがある。次俺がシティ行くの街ってこと。ここに印を。めっちゃ良くないこれ、めっちゃいいんだけど。てかこれ天気悪いのやだな。ね寝よ。せっかくいいのに天気悪い。家の中にも置こう。すごくないこれ、半端ないんだけど。俺こっから配信してることにしよう。鉄球はやっぱ海沿いにいてほしいんだよな俺的には。腹立つ、こいつすぐこういうとこから来んだよな。お前にめっちゃ苦しめられてるやつ俺たちは。でこのお店っちの前に お店っち置こう。お店っちだから。ここにも置こうかな。そこに置けるんかい。なんでそこやねん、絶対そこじゃないでしょ。でも面白いからこのままにしよう。もうドラム上手くなりすぎて浮き始めた。どこさ、草の横に。超かわいい、この辺に飛んでてほしいわ。すっげえよくないこれ、ポケモン村作れるやん。この橋渡ろうとしててほしい。すっげえ浮くんだけど。何これどういうこと、これ橋の上に乗ってるって扱いなの。ちょっとまあいいか、ジャンプ力高い感じにしよっか。いや誰か作ってるかもしんないけどさ、あつ森みたいにキーワードで検索とかがないから、現状発見する方法が本人の自己申告か誰かがネットに載せてるやつ見るしかないんだよね。ちょっと洞窟行って、これ見え、洞窟の中に行けるんじゃない。行けるわ。うわめっちゃいい。これめっちゃ正しい使い方じゃないこれ。めっちゃいい、最高。またちょっとこのゲームの無限の可能性を発見してしまったな。花田の洞窟にいるのってでもミュウツーだよね。よし、じゃあ今日はこの辺かな。ちょっとまだ農園かアンロックできなかったんで、次回は農園開放編でやろうかなと思います。